はい、皆さんこんにちは、村長です。今日もチャット GPT のとっても素晴らしい使い方、それを解説していきたいと思います。先日より僕はチャット GPT API を使って、そして本家チャット GPT をしのぐようなチャット GPT のオリジナル村長エキスパートというのを作りました。どんどん皆さんに浸透してですね、使ってくれてる方も便利だなということで、いろんなコメントをいただいたりして頑張っています。そこでこの辺でですね、きっちりしたマニュアルを作りたいなというふうに考えました。でもですね、マニュアル書くって言ったらちょっと時間がかかるしということで、でも YouTube などでも文章作るのにはもうチャット GPT がとても便利だよというような情報はたくさんありますよね。本当にそんなことが便利なのか、今回はですね、通常こういうようなマニュアルを提案してください、まずは概略からお願いしますとかですね、そうするとチャット GPT がとっても便利に作ってくれる。それは皆さんももうチャット GPT を体験している方ならば、あ、そういうことにも使えるんだということは分かってる。それが今の現状だと思うんですが、僕は今回はですね、そういう指示はやらないで、プログラムを見せてプログラムを理解してもらおう、そこからマニュアルを作ってみれるか、これを今日は実験をしたいと思います。僕が準備したのはこんなような文章です。これからブロックごとのプログラムコードを見せます。それにマニュアルを作りたい。あなたは分かることも分からないこともあるのは知っています。できる範囲でプログラムコードからユーザーの分かりやすいマニュアルの概略を作ってください。細かなところは添削します。プログラム名はチャットエキスパート by チャット GPT API、 開発者は村長スタジオです。まずはプログラムではなく著作権についての汎用的な文章を日本語でまとめてください。このようにプロンプトを考えています。じゃあこれをチャット GPT にやってみたいと思いますので、まずこれをコピーします。そうしまして、なるべくいい答えが出るように今日は GPT-4 でやってみたいと思います。じゃあここに投げかけます。そしてドン。はい、いいのができてきそうですね。ここからはちょっと早送りで皆さんにお見せしたいと思います。はい、面積事項のことまで書き出しましたね。はい、書き終わりました。1ページ分ができましたので、これをコピーしておきます。 Google のスプレッドシートを使います。そして今回は Web に出すということも考えまして、挿入メニューから区切り線というのを入れておきます。こんな感じですね。まだ書けそうな部分があるので、ちょっとここは置いておきます。じゃあここからはプログラムを見せて実際やってみたいと思います。次は画面構成についてです。画面関係のプログラムは下記の通りです。なるべく初心者にも分かる操作マニュアルにしたい、このように書きました。そしてここに画面周りのプログラムを貼り付けます。画面は今このようになぞっていますところが大方の画面構成をプログラムしている部分です。これをこのようにコピーします。そしてこの続きに貼り付けをします。はい、これでやってみましょう。ドン。はい、画面構成についてという見出しをつけて書き出しましたね。プログラムの内容を見てですね、そして
どういう画面かというのをチャット GPT は想像を膨らませていると思います。そしてプログラム全体を見せているのではないですので、そのボタンはどういう動作をするだろうということまでも考えています。そして素晴らしいのは、そのボタン、そしてそのエリア、それを単純にそういうエリアがありますというだけでなく、その使い方というのを説明したりしています。例えば TTS チェックボックス、これはチャット GPT に英語で話したり日本語で話したりするようなチェックボックスなんですけれども、これは回答を読み上げる機能を有効無効にするためのチェックボックスですとかいうふうに操作のところを考えてやっています。そしてまずは見出しになりそうな11項目を出しました。そして今詳細な説明を書いていっています。TTS チェックボックスをオンオフすることで回答の読み上げ機能を有効無効にできます。このように書いています。はい、全エリアボタンの説明をしました。ちょっと時間がかかりますが、ここだけは読みます。操作方法、入力エリアにメッセージを入力して送信ボタンをクリックするか、もしくはエンターキーを押すとメッセージが送信されます。その通りです。翻訳ボタンをクリックするか、 F1 キーを押すと入力エリアのテキストが英訳されます。これも素晴らしいですね。そして TTS チェックボックスのこと、日本語チェックボックスのこと、スローチェックボックスのことを書いて、ウェブサイトボタンをクリックすると開発者のウェブサイトへ移動します。もうその通りですね。はい、これもですね、ここからコピーをします。そしてこちらに貼り付けをします。このようになりました。ちょっとですね、ここで今マウスで示しているところにですね、画像を貼りたいと思いますので、ここからは開ページをしておきます。挿入の区切り開ページ、これを選択します。次のページに移動しました。このようになりましたね。じゃあこの要領でできることは皆さんもう分かっていただきましたので、もう一つぐらいだけやってみましょう。これも今回のバージョン 1.8 以降でついた機能です。チャットの内容を保存したり、それを読み込んだりできるような機能について、それはここからですね。はい、ここまでがチャット履歴を HTML 形式で読み込む関数です。そしてここから上が今度は書き込む関数です。はい、ここまでです。そうしまして、上にはそういうので欲しいところがないか今見ています。まあなさそうですので、じゃあここの部分ですね、これをコピーします。そしてここに、はい、次はチャット履歴の保存や読み込みです。同じような形式でお願い、こう打ちました。そしてこの後プログラムのコードを貼り付けます。はい、案外長いですけれども、いけますでしょうか。ドン。さあ書いています。見出しはチャット履歴の保存や読み込み、これでちゃんと見出しをつけています。このプログラムの部分ではチャット履歴を保存および読み込む機能が提供されています。チャット履歴は HTML 形式で保存されて読み込まれます。主な機能は以下の通りです。ここから詳細に書き始めました。はい、ここでですね、HTML 形式で保存されます。ファイル名は現在の日付と最初の行に基づいて生成されます。その通りです。そして今度はチャットの読み込みです。それはですね、まず現在のチャットの履歴を保存して、次に
ファイル選択ダイアログが出ます。この通りです。この部分もコピーしましょう。はい、少しまた区切り線、これを入れておきます。そうしまして貼り付けをします。また区切り線入れておきましょうね、先に。はい、ちょっと面白くなってきたのでもう一個だけやります。なぜかというと、それはメニューです。はい、この部分なんですけれども、右クリックするとメニューが出ましてですね、そこでは日本語標準モードとかですね、その上にはここにありますようにコピーの機能とかがありまして、そして次は専門家メニューとかがここ続きます。そして次は暮らしメニューです。そしてここからは関西おもしろチャットや方言のところがこのようにあります。あとは履歴を消去したり保存したり、先ほどやったところですね、サイレン面で固定したり、サウンドをミュートしたりとか、こういうことができるようになっています。このメニューをどう構成してくれるか、はい、ここでこのようにやっておきます。上にですね、上にフォントサイズの変更のダイアログもありましたので、ここらの説明もどのようにするかちょっと楽しみですので、ここに少し追加した部分までやっておきます。じゃあこれをコピーします。続きまして、ここにですね、今度は簡単に、次は右クリックメニューです。これだけ書いただけで、そして貼り付けます。プログラムを貼り付けました。じゃあこれで送ります。はい、この長さでもいけたようですね。案外長いですよこれね。はい、じゃあここから書いてみます。上から順番に書いています。フォントサイズを変更するダイアログを表示します。テキストをコピーします。選択したテキストを音声合成で読み上げます。言語モードを切り替えます。サブメニューとして専門家メニューや暮らしメニューを表示します。ここでいやで止めるのが素晴らしいですね。いわゆる長くたらたら全部書くんじゃなくって、考えながら飽きないぐらいの説明にしています。ちょっとこの辺はプログラムのことを書きすぎですね。はい、ちょっとこの部分はいらないです。でもこの部分は欲しいですので、ここをコピーしておきます。はい、メニューの詳細についても操作説明として書いてください。このように打ちました。以下は右クリックの各項目の操作説明ですというふうに書き出しました。フォントサイズを変更するダイアログを表示します。リストボックスからサイズを選択して OK ボタンをクリックすると、チャットウィンドウのフォントサイズが変更されます。コピーはチャット履歴のテキストボックス内で選択したテキストをクリップボードにコピーします。その通りですね。選択テキスト音声合成は選択したテキストを音声合成で読み上げます。この機能はテキストをオーディオとして聞くことができるようにします。その通り。はい、そしてここはまとめましたね。日本語モードとイングリッシュモード、日本語英語ダブル回答、これはまとめました。専門家メニューや暮らしメニューは多いですので、ひとまとまりとして話をつけてくれています。なんでプログラムを見ただけでこんなわかるんって感じですよね。はい、ちょっとサイレン面で固定のところで途切れましたけれども、こんな感じです。ですからこれをコピーしましょう。皆さんどうでしたでしょうか。プログラムを見て、そして操作説明を書く、こんなことすごいじゃないですか。本当にね、こういうふうにやったということが分かっていただけましたらですね、僕が実際編集をした画面、これ見ていただきます。ちょっと大きくします。こんな感じでですね、
そして僕は色をつけたり、こういうですね、画面をいくつか貼りました。こんな感じですね。どうでしょうか。これを僕はマニュアルとして出してありますので、皆さん概要欄のところに貼ってあるアドレスでですね、確認してみてください。これは僕のチャット GPT 村長チャットエキスパート、これを使われるとか使われないとか関係なくですね、皆さんプログラマーの方、もしくはこういうソースがあればですね、自動的にですね、そのプログラムからマニュアルを作る、これってすごいと思いませんか。これで僕はマニュアルを作りました。時間は約こうやって打つということで言えば15分ぐらいです。それでやりまして、あと全部出来上がるまで1時間強でした。その1時間強というのはですね、僕はここで監視をしてただけです。チャット GPT 止まらないかな、こればっかり考えていました。実際2回ぐらい止まりました。ちょっと1行ぐらいだったら足したっていいじゃないかなと思ってやり直しは言わなかったりしたんですけれども、それを監視している以外はですね、僕は何もすることがありませんでした。あとは画像をペタペタ貼ってですね、あ、ちょっとここ赤いの方がいいかなというのを直しただけです。ぜひとも本当にこの仕上がり、これを見ていただいてですね、こんなことがチャット GPT でできる、上手に利用してください。そうしましたら、ちょっとの資料さえ与えてあげれば、いろんな形の操作マニュアルというのがこんな簡単にできるんです。これからの AI 時代ですね、こんなマニュアルに1日2日かけて、今までは僕もそうやってたんです。それが1時間ぐらいでできて、そしてウェブ公開までしたんです。すごいですね。皆さん一緒に AI を勉強していきましょう。そして僕のチャットエキスプレス、これもですね、無料ですから、皆さんぜひとも使ってみてください。村長スタジオでした。